末裔祝勇、派手に燃やすよ。なんだと？北の奴らがわしらの土地を狙ってるってのか？その通りでございます。諸君は我ら義に攻め込む機を虎視眈々と狙っています。しかしその時に憂いとなるのは、そう、あなた方の存在です。北を攻めている間に南から攻め込まれるのは怖い。ならばその前に南中を滅ぼしておけばいい。私たちの南中に手出しはさせないよ。祝勇、蜀の南方の地を支配する南中王孟獲の妻、伝説の火の神祝勇の子孫を名乗る戦士である。世は魏呉蜀三国鼎立の時代。魏の使者が孟獲のもとにやってくる。騒乱の影が祝勇と南中に迫ろうとしていた。では我らがお力添えいたしましょう。私たちは蜀という侵略者に抵抗する同志、協力は惜しみません。ああ、頼んだぜ南中王孟獲様の力、北の奴らに思い知らせてやら。大王、ついに魏は蜀を攻めることとなりました。我らは五方面から侵攻し蜀を滅ぼします。大王にはその一角を担っていただきたいのです。五方面の一角？まあよくわかんねえが、とにかく蜀の奴らをぶちのめせばいいんだな。はい、そうしていただければこちらもこう。いえ、失礼しました。南中の平和のためぜひ主力を尽くしていただければと。では私はこれにて失礼いたします。おう、宗妃とやらにもよろしくな。ん？どうした母ちゃん？なんか匂うんだよあいつ。考えすぎだぜ母ちゃん。わしらはただ南中を守る、それだけを考えて。ああそうだね。ショックだかなんだか知らないが、私たちの家族には指一本触れさせないさ。南中はわしらの土地だ。おめえらの好き勝手にはさせねえぞ。前にこっちから攻めるぞ。
何を召し上がりますか？またのお越しを。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で、またお待ちしてます。ここが手薄だったか。よし、私たちで守っておこう。この辺り手薄になっているようだ。守っておくべきだと思う。諸君は私が守る。それが父上より受け継いだ志だから。そう簡単には抜かせてもらえないか。けどこちらも引くわけにはいかないんだ。よし、戦線を押し上げてみよう。みんな私についてきてくれ。俺らはあそこを狙うぞ。役に立つとこ見せとかないとな。よっ。父上の志を果たせなかった。私が未熟なばかりに。敵将撃ち取ったよ。見事な働きだな。定まった。敵の足場を崩し戦意を損。義軍を通しちまうなんて。すまない、みんな。火の神祝勇がいるんだ。勝って大勢さね。
者の志は龍勢様に受け継がれている。神の世のため、いざ参る。俺とて殿、士官殿のために魂を捧げている。宗家千里の駒、宗分裂、押し通る。傭兵館を守りきれるとは深く龍勢様申し訳ありません。火の神宿友がいるんだ、勝って当然さね。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。どうか引いてほしい。それがきっとあなたたちのためでもある。誤解をしているようだ。全ては計算。甘いよ。あなた方は常に包囲されています。の敵かよ。貴様どうなってやがんだ。こいつらの頭かよ。チキショー、何なんだ、わしらの動きを全部見透かしたように戦いやがって。それが軍略というものです、毛角殿。頭で戦うやつに負けちまったってことか。けどなんでわしらをぶちのめしまわれ。目なら簡単だったんじゃねえのか。それは私たちの望むところではないからです。あなたたち南中の諸王は北の葬儀にそそのかされ操られたにすぎません。それを敵として滅ぼすことは亡き我が主君龍玄徳の大志に反します。おめえらの事情はよくわからねえが、借りができたみてえだな。どのように受け取ったかはあなた次第です。さあ行ってください。おめえなんて言うんだ。職の上司を諸葛孔明と申します。忘れねえからな。次は覚えとけよ。諸君の奴らに追い払われちゃ、だがそれも向こうに地の利があったからだ。運が良かった。
あんな頭でっかちにわしが負けるはずがねえ。あんた、その諸葛亮ってやつは義が私たちを騙したって言った。ったく、義も諸君もいい根性してるよ。私たちを本気で怒らせたいようだね。だよ、俺たちはバカにされてるんだ。俺は悔しい。ああ、悔しい気持ちはわしも同じだ。わしらを騙し傷つけた奴ら全員すりつぶしてやる。ねえあんた、諸君の内情を偵察しに行かないか。母ちゃん、それ諸君が攻めてきた時に勝つためさ。敵がどんなもんか分かれば戦いやすいだろ。なるほど、こっちが情報を握ってりゃ。さすが母ちゃんだ。早速諸君に。待ってくれ、いきなり諸君に行くのは危険すぎる。お二人に何かあったら、何中の民は生きていけねえ。ガッハッハ、心配すんな。わしらがそうと決まれば、まずは食の紅葉に殴り込みだ。諸の連中がいつ攻めてきてもおかしくねえ。だったら家族の考えも聞いてみようか。きっといい助言をくれるはずさね。気のせいか、誰かいたような気がしたが。まさか勝利さんの部下に裏切り者が出るとは。カウンターの育成をしています。ちょい！
気のせいか。誰かいたような気がしたが。気のせいか。誰かいたような気がしたが。気のせいか。誰かいたような気がしたが。
く行くと気持ちいいもんさね。母ちゃん、その調子だぜ。潰しちまうか。お前らついてこい。数の兵器を見られました。立ち向かう手も考えやすいんじゃないですか。こううまくいくと気持ちいいもんさね。いいぞ。すげえ兵器があるって分かったぜ。戦になったら生徒で生の声を聞けてよかったね。諸国がどういう国なのかだ。これで準備ば。おうよ。ガハハハ。これで諸国もし。でもさ、あんた、諸国の民も兵もみんな死んだ劉備、劉禅と諸葛亮が劉備の意志を継いで仁の世を目指すとかって喜んでた。まあただの悪党じゃねえってことは確かだ。でっけえ考えを持ってそうだしな。それに民を大事にしてる。なんだか私たちと考えが似てないかい。そりゃそうだけどよ、攻めてくるんなら話は別だろ。わしらの家族を狙うってんならどんな奴でも許さねえ。
やっぱりショックの奴らは攻めてきやがったな。だがこっちの準備はできてる。おお、な、奴らのことはお見通しさね。前のようにはいかないよ。さああんた、私たちを舐めた罪。おうよ、ショックの奴らはロスイまで来てやがれ。そっから先には済ませるんじゃねえぞ。火の神宿友がいるんだ。立
って当然さね。おじけついて逃げていったわ。大王、むしろ俺たちの方がおさ。ああ、まあな。あのままだったら。わかんないね。じゃあなんでしょ。いろいろ調べたけどさ、北の奴らの考えることはちんぷんかんぷんだよ。奴らの考えなんて一つだ。この南中を奪う。待てよ。なら。なんでわしらを追い詰めながら逃げた。あんた頭から煙が出てるよ。ああすまねえ母ちゃん、考えすぎてぼーっとしてたぜ。まったく、あの諸葛亮ってやつの頭を覗いてみたいもん。でもさ、あの男も諸君のやつらも思ったより骨があったね。まあな。だからこそ、なんで逃げたのかが全くわかんねえ。このモヤモヤした感じは、奴らを倒さないと収まらねえ。もし次攻めてきたら、その時こそ。ショックの奴ら、また攻めてきやがったな。でも大王、相手分かってる。奴はまたこっちが重い。だが、そんな小細工ごと南中王猛角様が飲み込む。そんで諸葛亮が何考えてんのか吐かせてやる。そうさね。私も奴らの行動にはモヤモヤしっぱなしだ。北の奴らの本音、力ずくで聞き出してやろうじゃないのさ。あんた、私が最後まで支える。おう、勝ち。大王、俺たち南中の戦士は北の奴。よっしゃ、この戦が私たちの正念場さね。みんな気合い入れておくれよ。ここな、中はわしら家族の家だ。諸葛亮なんざに渡さねえぞ。母ちゃん、
遅延で攻めてくるとか正気かよ。戦で皇帝はこちらに着きたそうでした。説得してみてはいかがでしょう。まだまだ。よし、ここで防御体制を取るのだ。家族が加われたと。その絆が中央の強さの源だったのか。決めた。これより合格大王にお味方する。これからは大王のため戦うぞ。前進。火の神宿雄がいるんだ。勝って当然さね。その勢い、誰にも止められますまい。戦ってた諸君ってのもわしらと同じ家族なんだな。ま、
わしら家族の方が強かったけどよ。ガッハ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 ッ。祝勇は孟獲と共に蜀の大軍と激突。南中の団結力によって諸葛亮の策を破り勝利を収めた。戦後孟獲と諸葛亮は会談を行い同盟を結ぶ。そんな彼らの様子を祝勇は微笑ましく見ていた。いつしか彼女の周りには蜀の女性たちが集まる。南中と蜀は今本当の家族になろうとしていた。どうやら男どもの話はまとまったみたいだね。あんたたちも大変だったね。痛い目に遭わせちまったけど勘弁しておくれよ。いいえ、こちらこそ申し訳ありません。ゆえあってとはいえ皆様の安寧を乱してしまいました。いいってことさ。お互い惚れた旦那を信じて貫いてる道だろ。わあ、超かっこいい。そんな風に言えるなんてちょっと羨ましいかも。確かに祝勇殿の気立て我々も見習いたいものです。ねえ、教えてほしいんだけど、どうすれば好きな人ともっと仲良くなれる？よし、そういうことなら任せときな。南中の料理を食べて女を磨けばあんたの男もイチコロさね。イチコロ？それってすごくない？私も作るの手伝う。材料取ってくるから待ってて。こうして誰もが語り合えたなら争いなど起きないのでしょうね。その一歩を今踏み出したんだ。しっかり進んでいこうじゃないさ。ええ。